須田孝太は、茨城県石岡市出身の元プロ野球選手。2019年からは、JFE 東日本公式野球部でプレーを続けている。茨城県立土浦湖北高等学校時代は、エース県4番打者で、2年秋にチームを関東大会初優勝。3年春に、選抜高等学校野球大会初出場へ導いた。3年春の選抜大会では、 練習試合で投げすぎた影響で右肘を痛めながら、福り厚し、高橋勇進、む、福井優也などを要する西尾高校と対戦。0から9というスコアで、初戦敗退を喫した。高校を卒業後に、早稲田大学へ進学。東京六大学野球では、エースナンバーの11を背負った3年の春季に、リーグ戦初勝利を挙げると、斉藤祐樹と並んで先発に定着。 3勝1敗を記録するとともにチームを優勝に導いた。4年の春季リーグ戦では最優秀防御率のタイトルを獲得している。在学中にはリーグ通算30試合に当番8勝3敗、防御率1.74、76奪三振をマーク。同級生には西山田岳志、松本慶次郎、上本博則がいた。大学卒業後に JFE 東日本へ入社すると、公式野球部のエースとして活躍した。1年目の2009年に開かれた、都市対抗野球の全国大会では、チームが出場を逃しながらも、自身は、ホンダの補強選手として出場。5試合中4試合に、クローザーとして登板すると、ホンダの優勝に貢献するとともに、若い師賞を獲得した。翌2010年の全国大会では、 JFE 東日本の投手としてチームを準々決勝にまで導いている。2010年の NPB ドラフト会議で横浜ベースターズから一巡目で指名。最初に指名した大学の後輩、大石達也の独占交渉権が重複指名による抽選で埼玉西部ライオンズに確定した末の再指名だったが契約金1億円、年俸1500万円という条件で、 早稲田大学から2009年に横浜へ入団していた松本、細山伝と再びチームメイトになった。背番号は20。なお、ドラフト会議直後の11月には、杭州アジア大会に日本代表として出場すると、銅メダルを獲得した。横浜時代2011年、公式戦の開幕を2軍で迎えたものの、1軍の先発要員だった。 真下隆之が中水炎を発症したことを受けて、真下が登板する予定だった4月22日の対、阪神タイガース戦で、先発投手として1軍公式戦にデビュー。6月6日の対埼玉西武ライオンズ戦では、先発登板8試合目にして1軍公式戦初勝利を挙げたその一方で、8月17日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、4回表までに、 味方打線から9点の援護を受けながら、その裏から7点を失った末に5回裏の途中で、降板。一軍公式戦全体では、17試合の当番で2勝6敗、防御率5.20という成績を残した。その一方で、7月21日に富山、アルペンスタジアムでも用された、フレッシュオールスターゲームには、イースタンリーグ選抜チームの投手として、 救援投板を果たしている。2012年、一軍公式戦では、6月に2試合だけ投板。いずれも、先発で、敗戦投手になった。2013年、7月4日の対東京ヤクルトスワローズ戦で一軍初関東、初完封勝利をマーク。夏場以降に一時故障で戦線を離れながらも、一軍公式戦では、自己最多の6勝を挙げた。二千十四年、 公式戦の開幕を2軍で迎えたものの、1軍公式戦では5月中旬から7月上旬まで9円で8試合に登板。9月27日には読売ジャイアンツとの本拠地最終戦に先発投手として1軍へ復帰したが、3回3、失点という内容で敗戦投手になった。結局、1軍公式戦全体では9試合の登板で0。 1> 勝一敗という成績にとどまった。2015年、シーズン途中から一軍の先発陣に加わると、5月24日の対神タイガース戦で一軍公式戦でのシーズン初勝利を挙げた。以降は不調で一時二分組へ降格したが、後に中継ぎ要員として一軍へ復帰。9月5日の対巨人戦では、1点リードの9回、表一し1.3塁の局面からの登板で、 一軍公式戦初セーブを記録した。なお、一軍公式戦全体では29試合に登板。3勝2敗1セーブ3ホールドという成績を残した。2016年、レギュラーシーズンでは、開幕を一軍で迎えると、一軍の公式戦でチーム及び、自身最多の62試合に登板。勝ちパターンの中継ぎ要因として5勝3敗23ホールドを記録するとともに、 9月24日の対巨人戦で7回表西一塁から安倍晋之助へ初級を投げたところ左太ももの裏を痛めて緊急降板。翌9月25日に出場選手登録を抹消されるとその後の検査で左太もも裏の肉離れが判明した。一時はポストシーズンでの投板が危ぶまれたものの広島東洋カープとの CS ファイナルステージ第3戦で 実戦に復帰。3点リードの8回裏西満塁からの9円当番で、新井高弘をオール直球で打ち取ったことによって、チームの同ステージ初勝利に貢献するとともに、自身もポストシーズン初ホールドを記録した。2017年、自身の不調に加えて、スペンサー・パットン、砂田武史樹、エドウィン・エスコバーが一軍の9円陣で対頭した。 こともあって、一軍公式戦では23試合の登板にとどまった。しかし、チームが前年に続いて、ポストシーズンを迎えたことから、CS や福岡ソフトバンクホークスとの、日本シリーズでの登板を経験した。2018年、一軍公式戦での登板が10試合にとどまった、ことから、10月3日に、球団から戦力外を通告。月日付で、 NPB から自由契約選手として公示された。須田自身はプロ野球の他球団や社会人野球での現役続行を希望していたため、11月13日にはタマホームスタジアムック後での12球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式の対戦ながら、打者3人を無安打に抑えた。2019年1月1日付で、 JFE 東日本に再入社。公式野球部に復帰した上でプレーを続けている。DNA 時代からオフシーズンに JFE 東日本の練習施設で自主トレーニングに取り組むほど同社への愛着を持ち続けてきたことや DNA 入団前のチームメイトだった監督の落合刺激からプロでの生活が終わったら戻ってきてほしいと勧められていたことによる。 2019年には日本野球連盟が管轄する社会人野球の全国大会で通算7勝1敗をマーク。最多勝利投手賞を受賞したほか、社会人ベストナインに初めて選ばれた。7月に出場した第90回都市対抗野球大会では、細山電用するトヨタ自動車と決勝で対戦すると、救援当番で2回1。 3を完璧に抑えたことによって、チームの初優勝に貢献した。この大会では、決勝を含むチームの前後試合に9円で登板。通算投球イニング14回で4勝、17、脱三振、防御率0.64という好成績を上げたことから、ハッシュド賞を受賞した。都市対抗野球の最優秀選手賞にあたる、ハッシュド賞の受賞及び、 社会人野球ベスト9への選出は、プロ野球経験者としては、初めての事例である。その一方で、シーズン終了後の11月7日には、右フィーチのクリーニング手術を受けた。スリークォーターから、平均急速時速1 4 0トル最速時速1 5 0トルのフォーシームに、縦のスライダーとカーブ、カットボール、シンカーを投げ分ける。親戚に、 漫画家の大和田秀樹がいる。当主記録打撃記録。ありがとうございます。